休養期孫将校、いざ出陣。な曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を戦勝、自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。よう、曹操、董卓の時以来か。おお、孫権のせがれか。さすが高等の虎の息子、立派に成長したようだな。孫権は惜しいことをした。あの男は間違いなく一代の英雄であった。ありがとうよ。その言葉きっと親父も喜んでるだろうぜ。けど今は昔を懐かしむ時じゃねえだろ。うん、そうであったな。こたびの袁術討伐、孫家の働きに期待している。若き虎よ、存分に暴れてくるがいい。ああ、言われなくてもやってやるぜ。行くぜみんな。今までの借り袁術にたっぷり返してね。袁紹殿に会い和解を取り付けねば。陽子、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。劉備軍など増兵の集まりよ。この陽子の相手になる者などおるまい。しまった、調子に乗りすぎたか。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
務めを果たすことができぬとは。敵将討ち取った。よし、私たちの勝ちね。素晴らしき技の冴えでござるな。おお、見事だ将校殿。伝令、キレイ様が敗走しました。炎将軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。劉備軍か、煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。敵の勢い、もはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは、将の風上にも置けぬ。その腐った将へ叩き直してやる。猛虎天井閣、覚悟。剣業が落ちるとは、なぜこのような目に遭わねばならぬ。よし、私たちの勝ちね。いいぜ、将校、その調子だ。伝令、炎院様が敗走しました。剣業は孫策軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進攻に備え、急ぎ守りを固めよう。食い物が足らなきゃ奪えばいいんだよ。ここにいっぱいあるじゃねえか。命あっての物種だろうが、さっさと蓄えを出しやがれ。ずらかるぜ。食い物より命の方が大事だ。行けよ。テイヤー覚悟。
規範となるようこれからも精進せよ。ち、負けちまったか。食料がなけりゃもう戦えねえ。皆様のおかげで食料は全て無事でした。なんとお礼を申し上げたらよいか。よし、私たちの勝ちね。おお、素晴らしきお働き。何か食えるものはないのか。こんな状態で戦うなんて無理だ。曹操が来たらと。あやつだけはわしに近づけるでないぞ。補給部隊がなかなか着きます。今通ったのが運の尽きだぜ。その2は俺たちがもらった。コアレー、勝手に触っちゃダメ。それは私たちのものなんだから。やっちまうとは。わーい、これでご飯をみんなに届けられるね。うまくいって安心したわ。いいぜ、ショコ、その調子だ。
よし、ここで防御体制を取るのだ。帝であるチンを前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。機を逃してはならぬ、攻めぬけい。行くぜ。この戦もらった。敵を押し込むぞ。続け。ここを失っては戦にならん。わしが守り抜いてみせる。今々しい。即刻孫権のところに送ってやる。ありえぬ。このような無様をチンが晒すなど。よっしゃ、これでけじめはつけられたな。敵将討ち取って。覚悟。お、見事だ将校殿。よっしゃ、俺たちの勝ちだぜ。みんなよく戦ってくれた。見事な働きに感謝する。ふん、若輩者にしては悪くない式だったか。うん、そうよな。孫作殿や周遊殿の若き力とわしらの老練の分、これが合わされば向かうところ敵なしよ。俺も老練の方に入れられてんのかな。まだ若いつもりなんだがな。いい陣容だ。演術なき今、後藤は一定の安定を見た。これで腰を据えて次の戦の準備ができる。次の戦？まだ倒すべき敵がいると。ああ、俺たちは巨匠を攻め、曹操と戦う。なんと、曹操は今手を組んだばかりの相手です。演術が片付けば、曹操にとって次の敵は袁紹。河北の雄との決戦に向け軍を動かすだろう。我ら孫吾はその後輩を突き、巨匠を落とすのだ。巨匠を落とせば、我ら孫家は中原へ入る。それは天界の大きな一歩か。主演、なんという策を。いくらなんでも無茶というものよ。テーフ殿、お主も言ってやってくれ。尋常な策ではない。だがそれゆえに敵の虚をつける。そういうことか、周遊。ご明察の通りです。承知した。やってみせよ、周遊。テーフ殿。若さや熱さに浮かされたわけではない。勝機があると踏んだまでのこと。お主までもがそう言うか。ならばわしも一肌脱ぐとするかの。周遊様すごい。私その作戦大賛成。孫作殿と周遊殿ならばこその一手か。面白い。この俺も全力を尽くそう。ありがとうよ、みんな。まあすぐに攻め込むってわけじゃねえ。曹操と袁紹の動きを見つつ準備しねえとな。今はまず帰ろうぜ。俺たちの孫吾によ。やりましたな、殿。あとは袁紹を倒せばもう殿を阻む奴はいませんや。いや、
真に恐るべきは孫策よ。わしは孫権が倒れれば孫権などついえると思った。だが奴はわずか数年で高騰の覇者となった。そしてこたびの戦ぶりよ、わしの波動を阻むのはあの若き虎やもしれん。あの小僧がな。さてどうでしょうか。私にはそうは思えません。おお、なぜだ。書くかよ。孫策は高騰にはびこる勢力を一掃しました。確かにその力は見事ですが、恨みを買いすぎています。それに対して彼はあまりに無頓着です。高騰の小覇王は前しか見ていない、いえ見えていないと言っている。いずれ教主に倒れ、そう思えてなりません。うん、精進が英雄を止めるか、つまらぬ話だが考えられるな。思えば孫権の死もまたそうであったか。だが孫家は竹木虎の群れ、いずれその一頭がわしと並び立つやもしれぬ。その時虎はどのような道を選ぶか、今から楽しみよ。兄上はどうされたのだ。巨匠攻めの準備で忙しいこの時に。兄上の指示を仰がねばならないことも多い。もう少しお立場を考えてもらわねば。伝令、伝令、大変です。孫策様が狩りの最中に襲われたとのこと。得体の知れない者らに包囲されているそうです。何、まさか高騰の諸侯の残党か。そんな、急いで作人様を助けに行かなきゃ。兄上どうかご無事で。なんということだ、孫吾の天下はすぐそこに見えているというのに。孫策、こんなところで君を失ってなるものか。あれ、そういえばお姉ちゃんもいない。もしかしたら孫策様のところにいるのかも。大変、私が助けに行かなきゃ。待っていろ孫策殿。今こそ報恩の時、俺が必ず孫策殿を救い出してみせる。将校、兄上を教師からお助けせねば。急いで情報を集めて兄上の元へ向かうぞ。体勢を取るのだ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。
府に味方するものか。この浮津の道を阻むならば容赦はすまいぞ。孫作殿は我らの希望、この身に変えてもお守りせねば。猛虎天照閣。ふん、この身は幻影よ。本物の足は天照城にある。孫作と共にな。幻影とは、あやつは一体何者なのだ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。よし、私たちの勝ちね。将校、その調子だ。ものが目撃されています。また虚構の姿も確認されています。おそらく奴も孫作様にあだらすものかと。こたびの相手浮津はただ者ではない様子。普通に戦っても倒せますまい。浮津は罠を張り巡らせているようです。まずは奴めにする情報を集めましょうぞ。ここは誰一人通さんぞ。出やがった。あんた、早くこいつらを何とかしてくれ。Fuck!
だ。助かったぜ。おかげでガッピに商品を届けられる。そういや、ウキツの話をするって約束だな。俺の同僚がガッピでそいつを見たんだとよ。なんでも水が枯れたところに雨を呼ぶらしい。まるで救世主みたいに扱われてたってよ。どうにもうさんくさい話だけどな。まあガッピに行けば何かわかるだろうさ。よし、私たちの勝ちね。足場を崩し、戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。タップは高騰に戦火なす騒乱の申し。なのに不明なる者らは奴を消破王と書く。何としても止めねば。このわしの姿はその憤怒の現れよ。ウキツ同士、雨乞いの奇跡のお礼だ。俺たちも同士と一緒に戦うぞ。実に見事な働きを。これも廃止主義征服いたした。我が幻影を打ち破る。だがわしは孫カクスと共に剣業の城におるわ。幻影が消えようと我が憤怒は消えん。必ずやお主らの道をついえさせようぞ。なんてことだ。これでは剣業に戦争を送れないではないか。よし、私たちの勝ちね。お見事。いやはやとても真似できませんな。
さあ、追っかけてきやがったか。けど、急所砦まで逃げればこっちのもんよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。お見事な戦ぶりです。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。止めぬ限り高騰の地は錆みゆく。それはやがて人々に病をもたらそう。孫白虎の腹からよ、お主らにはわかるまい。このわしの姿はその曹操の現れよ。宇吉様は仲間の命を救ってくれた。すみません、俺らはその恩義に準じます。兵器を起動しろ。宇吉様に救われた命、今こそ燃やす時だ。我が幻影を打ち破るとは。だがわしは孫白虎と共に剣行の城におるわ。幻影が消えようと我が曹操は消えぬ。必ずやお主らの明日を閉ざしてくれ。お吉様のお導きが消えるとは。これでは剣行へ戦争を送れない。よし、私たちの勝ちね。お見事な戦ぶりです。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。こうやどた うまくいって安心したわ。将来を嘱望される逸材よ。が高騰を収めても戦は絶えぬ。戦が憎悪を呼ぶ限り人々の魂は救われぬ。孫白虎の腹からよ、主らにはわかるまい。このわしの姿はその同国の現れよ。みんな、武吉様がお困りだ。ここは一丁、俺らでお助けしようぜ。武吉様の教えは全てを変えてくれる。だったらもう、こんな世は燃やしちまえ。将来を嘱望される逸材よ。しょなんてこった。武吉様が消えちゃ剣業に戦争が遅れねえ。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。敵の要所を叩く。よし、ここで防御体制を取るのだ。孫策の命運、今日ここで尽きるのだ。邪魔する者は俺がこの手で片付けてやる。邪魔、孫策殿にあだなす者か。ならば今ここで打ち果たすまで。この兵、右吉が率いている兵と同じか。教皇、貴様、右吉と組んでいるのか。猛虎、天将軍。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。までか。だが戦争だ。奴の命脈はすぐに打つ気を。よし、私たちの勝ちね。はい、将軍、その調子だ。今こそ敵の要所を叩く。ドン・ハク、この日は乱世を深める強制よ。故にその光、わしが今ここで消してくれん。くそ、ふざけたこと言いやがって。気をつけろ、こいつ妙な力を使うぜ。今この場にはただ一人にはあらず、あまたいる我が幻影がお主らをなぶろう。この一帯はすでに我が術で包み込んでおる。本白布の腹からよ、深き霧の中で惑い続けよ。なんと霧が消えてゆくとは。まさかわしの術が破られたというのか。右吉様、ガッピからの戦争の補給が来ません。このままでは壺の煙が尽きてしまいます。孫白布の腹からめ、ガッピに手を回したか。
これではもはやこの幻影の身を保てんな。天井力ウキチ様、山岳砦からの戦争の補給が途絶。壺の煙はもう尽きる寸前です。おのれ、山岳砦の者らを狙うとは。煙が消えてはこの幻影の身も持たぬわ。背格好が似てるってだけでなぜこんな目に。剣業場の前は炎で塞がせてもらった。お主らは城外で孫白虎の最後を見届けよ。ぬわ、戦争の煙が全て消えるとは。これでは剣業場前の炎も消えてしまうか。あの炎も奴の力だったってのかよ。けど今が好機だぜ。浮き筒を撃つんだ。レンヌ、浮き筒を撃破しました。ですが逃げ去る姿は若い男のようだったとのこと。ありえん。わしの術が破られこの身もついえるなど。だが一人で死にはせぬ。強制孫白虎、お主の天命も道連れよ。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。けど今回は心底疲れちまった。なるほど、ならば浮津とは別人だろう。壺の煙で我らの目を欺いていたのだ。立ち止まるはずじゃなかったのによ。孫作、弱気など君には似合わないぞ。兄上、兄様。この先の孫悟はお前に任せたぜ。兄上、そんな私では。俺や親父を気にすることはねえ。お前はお前らしく信じた道を進め。じゃあな、孫悟の未来楽しみに知ってるぜ。孫作、兄上。兄様、兄様、兄上、兄上、兄様。そうか、半数が出ていったか。致し方なし。おそらく今後も離脱者は出るであろう。加えて海警路領に反乱の気配もある。今孫悟の地盤は危ういと言えような。それこそ致し方ないことだ。私は兄上ではない。
今まで通り使えよというのは無理な話だ。テーフよ、お前も私に気兼ねすることはない。これまでよく孫家に仕えてくれた。今後はお前が思うように生きよ。父上、兄上、もう私たちだけになってしまいました。この先どうするの、ケンニー様。わからん。少なくとも、もうこれまでのようには進めまい。ねえ、ケンニー様。私たちで孫悟を立て直しましょう。孫悟は、父様と作兄様が建てた国だもの。その思いを、夢を、二人で受け継がなくちゃ。翔子。私は、父上や兄上の足元にも及ばぬ男だ。私には孫文代の威風も孫白府の覇気もない。そのようなものが立ったとて従う者などいるまい。ケン兄様。そんなことはありません。孫賢様には私たちがおります。お前たち、なぜ。少しは目が覚め申したか、テーフ。これはお前が。若輩者を頼るのはいささか尺でしたがな。孫作殿を失ったのは痛恨の極み。孫賢殿の悲しみは俺たちには計るべくもない。だが孫家には、孫賢殿にはまだ俺たちがいます。目立たなくたっていつまでもそばにいますよ。今さらどこにも行けませんわい。この高校服、生涯最前線で戦いましょうぞ。この命、孫賢様のために。みんな孫賢様と一緒にいるよ。孫作様だっていないけど一緒だよ。お姉ちゃんもそう言ってたもん。孫賢様、前へと進んでください。孫作様の分まで。姉上。孫賢様、いえ殿、まだ誰も諦めてはいません。孫悟の夢、時代につなぐのです。ああ、父上、兄上、申し訳ありません。私は何も見えていない愚か者でした。孫悟にはこれほどの仲間がいる。それでどうして夢を追えないことがありましょう。私は父上でも兄上でもない。その当たり前のことが何だというのでしょう。皆、私は誓おう。もう二度と弱音は吐かぬと。孫悟のためにこの命を使うと。ケン兄様。孫作、君を送るのに涙は見せまい。私たちはこれからもこの血潮の熱きままかけるのみ。君はそこから見ていてくれ。孫悟の旗が天下にたなびく様を。
曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失い、やがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、江東の孫権は兄孫策の死後、勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず、慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが、兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。そうか、袁家が滅んだ。はっ、袁紹の一族はことごとく討たれた模様です。残された袁家の兵馬は曹操が接収したとのこと。分かった、お前たちは引き続き曹操の動向を監視してくれ。承知いたしました。中原から河北一帯の掌握、曹操はまさに憂飛したか。だがならば孫悟はどう動くべきか。このままでは曹操には勝てぬ。殿、新参の者たちの様子はどうだ。筋はいいようです。ほう、周隊が褒めるとはな。これはよほどの傑物が集まってくれたようだ。連部やめ、お前たち殿に挨拶せんか。これは気づかず失礼いたしました。自分は序文教と申します。殿が人材を求めていると聞き、ここに。それがしは丁昭炎、ふるさとの美しき風景を守るため参りました。私は陸白玄と申します。陸家の再興を期し、孫悟のために尽力します。そしてこの俺、守義法もいます。孫権殿の学友としていつでもお役に立ちますよ。主膳は相変わらずだな。みんな私の呼びかけに応じてくれたこと感謝する。知っての通り、今孫悟の置かれた状況は厳しい。北には曹操、南には三越雷民族、これらに対抗するための新しい力が必要だ。私は孫悟を守りたい。父と兄から受け継いだこの地と夢を守りたい。皆、力を貸してくれ。はっ。孫策が行ってから3年、領内の安定と人材の登用に尽力してまいりました。それらの成果も未だ十分とは言えない状況です。しかしそろそろ動かねばなりません。曹操は北を制し、中原の覇者となりました。南進はもはや時間の問題です。これに対抗するためには河口の曹操を攻め、長江河岸を抑えねばなりません。長江を天然の堀となし、曹操の軍を防ぐのです。父上は曹操の配下、旅行に撃たれた。いわば曹操は敵、撃つことに依存はない。だがその先に待つのは曹操の大軍。本当に大丈夫なのか、周瑜。そのための策を講じるのが私の責務です。周瑜
何の、そう深刻になることはありません。たとえ勝てずとも負けねばよいのです。曹操と天下を分け合い、北と南で均衡を保つ、すなわち天下二分。そうですな、周瑜殿。露宿の言う通りです殿。当面の間、曹操とは決戦を避け、力を蓄えるのです。うん、周瑜と露宿、二人の智者が口を揃えるか。ならば私から言うことはない。ところで露宿よ、本当に良かったのか。縁があったとはいえ、私に仕えてくれるとは。私はまだ何もなしていないのだぞ。だからこそお仕えしたいのです。孫権殿は必ずや大業をなすお方。これからの道、どうか俺の力を使ってください。それに孫家に仕えるのは亡き孫権殿との約束。あの時の言葉も思いも俺の中に生きています。そうか、ありがとう露宿。きっと父様が露宿を連れてきてくれたのね。会談中失礼いたします。姫様、お呼びと伺いましたが。ああ、レイシー、ちょうどいいところに来てくれたわ。紹介するわ兄様。私の護衛を務めてくれているレイシーよ。これから何かと一緒になると思うわ。だから一度紹介しておこうと思って。レイシーと申します。どうぞお見知りおきを。あの、孫権様。いや、すまない、少し考え事をしていた。蓮氏よ、将校のことよろしく頼む。はい、この身に変えましても。兄様そういうことね。さあ、そろそろ行きましょうか。構想を攻めて過去を抑えるのよね。うん、皆、江東の虎は健在なること、天下に示すのだ。さあ、いよいよ過去の構想を攻めるときね。まずはみんなと合流しなくちゃ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.